大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ次期シックスメンタッグスックスメンやってシックスメンタッグ、挑戦チーム決定トーナメント2の方、13回目となりますね。やってまいりましょう。ここから2回戦となります。前田組対ミラノ組ということで本日も4試合お届けしてまいります。では試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスチーム版 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にあーだこーだと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで今チャンピオンのシックスメンのタイトルに誰が挑戦するんだっていう挑戦チームを決定する。ただし視聴者参加型そしてオーナーも参加型ということなので、青コーナーの方が前田明ボルクハン、藤原義明、この3人を選んでいただいたのが、新竜岡安さんですね。いつもありがとうございます。そして、右の赤コーナーの方は私が選んだオーナーが選んだ、ミラノコレクション AT 近藤修司、ブラザーヤッシーですね。何でしたっけこれ、なんかドラゲーでなんとかっていうチームだったんですよね。あんまり僕詳しくないんですけども、なんとなく流れで出来上がっちゃったチームということ。ミラノ違う、何だっけな、なんか忘れた、なんかコメントいただいたんですけどね、すいません勉強不足で。言い間違いと知識不足はこの動画に、つきものということでお許しいただけたらと思います。さあ2回戦ということで、1回戦のダメージを引きずった戦いということになります。なので目が離せないと言いますかね、ということになると思いますが、赤コーナーは一応ミラノが、ジャベの使い手ということ、あとこのブラザーヤッシーが一応じゃないな、なんていうんですか、レスリングの出身、おちょっと待ってください、ということで、こういうタックルに入ったりすると、カレリンズリフトっていう技ありますよね、あれを一応は装備させてます、ただロジックがかなり低い、多分ね、組んだ状態で 2% ぐらいしか出さないので、めったに見れないです。ただタワラ返しっていう技を使うことがあるというふうにウィキペディアとかに書いていたので、ちょっと入れてみました。さあ藤原組長、当然もうこのね試合展開としては、青コーナーが赤コーナーの腕を、いかに伸ばすかということになるんですけど、関節技じゃ勝てないでしょうね。あとは近藤修司のラリアットですね、キングコングラリアットが決まってなんとかっていうところ、赤コーナーに勝ち目はないと言いたくはないですけども、かなり厳しい戦い、しかもこれに、勝ったと、これ勝ったらあれか、いや違うな、このブロックにはババ・アンドレ・ハンセンという優勝候補もいますからね、そう簡単にはやっぱり厳しいということですよね。ただ個人的には前田もハンも好きなので、青コーナーにも頑張ってもらいたいというちょっと複雑な心境ですね。でこのね32チームエントリーした中で、17チームが視聴者の方で15チームがオーナーということなので、オーナー断然有利のはずなんですけども、オーナーのチームで15チーム中勝ち上がったん4でしたっけ、それぐらいなはずなんですよね。かなり低い確率でしか残っていないので、お頑張れ、おーおーいいですね。これはね、コーナーに組まない状態でもコーナー付近で2プラトンというか、片方のレスラー誰かが技を組んだ時に肩車をやるんですよね。でスカイハイ式の
ミサイルキックとかを持ってるレスラーが繰り出すから、ツープラトンではないんですけど、まだツープラトンより見れる可能性があるんですかね。ツープラトンは相手レスラーがコーナーにもたれかかっていないと、条件が揃わないので、それに比べたらこっちの方が出やすいんですよね。さあ腹固めで、ただねこのね青コーナーはボルクハンが残念ながらカットプレー、などに参加しない主義というか、タックって何って感じなんで、その辺が影響するかも。ただそれを乗り越えれば青コーナーは断然強い。さあブラザーエッシーが藤原組長にいじめられてタッチですが、おーでも合体技ちゃんと中指立てて帰っていくところがブラザーエッシーらしいと、妄想していただけたらと思います。前田明が忙しいんですよね、常にカットに入らないといけない。でボルクハンがリングに上がっている状態、戦っている状態だと藤原組長も前田明も、タッグマッチを知ってますから、うわー藤原組長が無理やり引きずり込まれた感じですね。さあマウントを取って足を取っていく、これはボルクハンお得意ヒールホールドかな。おおキャプチュードも決まる。さあこれはハンとしてはどうだこれで、ああズバリ、いやーお見事、もう何の文句もないです、満足です、はい。これはもう全然勝てる気しなかったですね。いやーお見事、新庄海さんおめでとうございます。もう理想通りの勝利ですよね。11分58秒、あこれがヒールホールドでしたか、ヒールホールドで、ボルクハンがミラノコレクション AT からギブアップを奪った試合でした。まあまあ、ミラノ組としては見せ場なしというところですが、オーナーとしては、残念でありながら、視聴者の方が買っていただく方が良かったかなとちょっと、胸を撫で下ろしつつ、いやでもこいつらには勝ちたいなという戦いを今からお見せしましょう。サンドマン組、これは私が選んだチームです。とババ組ですね、本日の2試合目やっていきましょう。サンドマン、サンドマン、トミードリーマーとタズ、まあ、ECW トリオと言ってもいいですかね、がババアンドレには肩いるかな、弱い。まあ特に狂気攻撃を、組んでやる狂気攻撃ですね、あれをするわけじゃないんですけども、ラフで相手をうまく攻撃することができれば青コーナーにもチャンスはあるでしょう。先ほど申し上げた通りオーナーとしては視聴者の方に買っていただく方が、本望ではありますが、この優勝候補大本命と言われる3人に勝つことができるのであれば、それはもう崩してもいいでしょう。大きな声で僕は喜びたいと思います、それだけは宣言して、そしていつも申し上げている通り、これはガチですのでね、結果を知って僕が後から、実況を加えているわけではありません。実際にこの動画、試合を見ながら、動画って言ったらあれですね、なんか嘘みたいになりますけど、試合を見ながらやっております。おいいですね。おさあアンドレとババをいかに、これね、また後ほど言いますけども、アントニオ猪木が、今度次期シリーズ主役になるんですけども、まあ、主役になるかどうかやってみなければわからないんですけども、で、アントニオ猪木が乗り越えないといけないのはやっぱりジャイアントババであり、アンドレザジャイアントであると。でその巨人属性を持つレスラーたちを攻略するためにいろいろ研究をしてるんですけども、大体、相手レスラー、まあ、だからババ、アンドレ、他もそうなんですけども、ビッグショーとかも、相手のダメージがファイプロ的に言うところの台、ロジックを組むときに組んで技を出すのを小、中、大、相手レスラーの
体力の残り体力は小中大、じゃあ残りじゃない、小中大で決めれるんですけども、小と中はもう基礎技、とかロープに投げるとか、フロントヘッドロックとかそういう返されにくい技で構成しておいて、で大までそれでなんとか持ち込めたらボディスラムとかブレインバスターとかでも決まるようになるということのような気がしてるんですね。確実にそうですとは言えないんですけどね。なのでそこまでどうやって持ち込むかがこの攻略になると思うんですね。でもちろんこの青コーナーの3人は別にそういう技と、巨人タイプのレスラーを攻略するためにロジックを組んだわけではないんですけども、それをうまくこうキックパンチ、まあ、普通に殴る蹴るでダメージを稼ぐことができればこの2人に、普通に技がかけれるようになる可能性があるんですね。それを上回るのがこういうアンドレ・ジャイアントのいやらしい技。あなたたちがなんでそんな、お、でもパンチ一発で倒れるようになってきましたよ。こういう寝たら、技を決めやすくなるとかね、今みたいな、フロントのキックとか普通のキックなんですけど、ああいう技で、ダメージを与え続ければというところ、ちょっとギブアップ、ちょっと、おー大丈夫ですね。いやーバック取られるけど、でバックもねまだちょっと研究が足りないんですけども、相手のバックを取るところまではいけるけども、バックを取って、かかりやすい技とそうでない技があるんですよね。それをだから研究したら、対巨人用のレスラーというのは作れるんですけども、あくまでも実在するレスラーを作ってる WMW としたら、そこを優先することわけにはいかないということですね。さあアンドレがちょっと脆くなってきたような気がするのは私だけでしょうか。さあこれ、あーでもトミードリーマーが捕まる。トミードリーマーももう普通に相手を抱え上げる技とかしかないので、よっぽどじゃないと技が決まらないんですが、いい、ちょっと頑張れ、よしまた耐えた。さあタズが、タズミッションでババがカットに合う、いやそこをサンドマンが、じゃないトミードリーマーがつなぐ。アンドレを攻略すれば、反省やめて、あーここで、え、しかしババもちょっとスタミナ切れっぽい今ジェスチャーをしてましたよね。っていうことは赤コーナーもちょっとお疲れ気味なんじゃないって言いたいところですが、こっちの2人が倒れて向こうが3人が、おお、アンドレに決めた、デスパレーボム、おお、これはどうだ、ちょっと動いたんじゃない、どうどう、うわーぐるるる、まだか。いやー試合権利があるのはアンドレ・ザ・ジャイアントとトミー・ドリーマー、黒い T シャツを着た男だと思います。あー、ハンセンにタッチ。さあこのハンセンが逆に元気かもしれない、ウエスタンラリアと一発で決まる可能性もある。さあトミー・ドリーマーがうまくハンセンを引き込んできて2プラトンを決める、合体のパワーボム。さあサンドマンが、おお、どういう技ができ、おお、カバーに行ったぞ、どうだ、あらら、くそ、惜しい、カウント2点球、いける、いけるぞ、サンドマン頑張れ。さあ、ハンセンに、おお、エルボー、飛び込み式のエルボー。さあ、今のあの、竹刀を持ち上げるポーズ、竹刀がないけども、それを頭の中で脳内保管していただけたらと思います。さあ、サンドマンが捕まるが、川津落としで返して、これはブレイクになるでしょう。さあもしかすると、もしかするかもしれない、バックを取って引き倒す、いいですね。さあジャイアント馬場を手玉に取って、このまま、あーやばい、あーやばい、うわ、耐えろ耐えろ、まだ耐える、よし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 、ブレイクブレイク。さあジャイアント馬場が試合権利ですね。いやーでも倒れない馬場、お、走らせて、おお、飛びつきの式の DDT。 さあこれでタズにつないで、あー向こうもタッチ。さあアンドレを引きずり出したということにしましょう。
さあタズのスープレックスがアンドレに通用する時間まで来たのかどうなのかというところ、あ、ババには返されたな。トミードリーマーこれでちょっと動けなくなったか。タズこれがあーでもこれ決まらんか、ダメだよっていうところでガメルクラッチ、タズまだ耐えます。試合時間は15分経過。さあハンセンを捉えてツームスチャウデとスーパープレ、あじゃじゃじゃちょっと、いやーブリック、もう実況が追いつかなくなります。さあアンドレが早くもタッチということは、うわークイックタッチがされる方が痛いんかな。タズがなんとか2人相手に戦ってトミードリーマーにタッチ、ババはフラフラ。ツープラトンが決まれば面白いぞ。パワーボム、ババが3カウント奪われるシーンが見れるか。 DDT も決まる。さあトミードリーマーがババを捉えて、あーブラブラ、これは大本命優勝候補を下す。ああ16本、まずいまずいまずい、おおいけー、トミドリーマー頑張れ、もうちょっと引っ張り、さあ今がチャンス、バック取って何がある、ああ心尽くし。さあハンセン、ハンセンのラリアットさえ我慢すればいける。うわっまずい、これはまずいぞ。さあ試合時間まもなく18分、力が入ってまいりましたが、あ腰にダメージ。さあトミードリーマーがタッチに行けない、行かしてもらえないか。これはいや、これでよし決めた。しかしタッチに行けない、タッチしといた方がいいよ。よし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 、でハンセンもタッチということは、どうやろうな。いやーでも両方とも倒れる、試合権利があるのはサンドバンのはず。さあやっぱココナッツクラッシュ食らってしまう。あーちょっと待って返せよサンドバン、大丈夫、よし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 、そしてアンドレを投げる、おっあーカットに入られる。もう実況すいません忘れます、もうサンドバンいける、ババに、よし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 、いいぞ、ここで大技一発決めて、それでスリーカウント取ろう。なだれ式、おお、フランケンが決まった、カバーに入る。さあカバー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 、あー2点球くそ、試合権利があるのはサンドマンとババ。サンドマンはストンピングが好き。あーちょっとまずいまずい、これはあー決まってしまった、やばいやばい、トミードリーマー急げ急げ、カットカット、おーよかったよかった。さあ、あー トミードリーマーが食らって、お、サンドマンが、おーローリングしてのコンヒーロー、お、カット、あーコテツ、もうちょっと早く。さあ試合権利があるのはババとサンドマンのはず。おーブルトキングヘッドロック。さあサンドマンがここで立ち、いやこれはチャンスを逃したか。さあババはもうこれであまり動けない状態になったでしょう。カットに入るとしてもちょっとスピードが遅れるはず、つまりサンドマンじゃない、あー頑張って、まずい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 、あーくずー、近所迷惑になるかもしれないのであまり声はもう出さないでおこう。試合時間22分4秒、逆エビ反り固めでスタンハンセンがタズからギブアップを奪った試合でした。橋本太一さんおめでとうございます。試合評価は 92% ということで、まあね、オーナーとしてはもういっか。はい、じゃあ次は3試合目ですね。まあ前田組に託しましょう。というわけで本日の3試合目やっていきましょう。原島組対天竜組。原島組は、篠原さんですね。で、天竜組の方はブレイドスイッチさんということで、では本日の3試合目試合開始です。
いや、ね、しょうがない。さあ、これはこれで、原島、マイク・ベイリー、忍び組。篠原さん選んでいただいたのは、機動力の方ですよね。で、ブレッドスイッチさんは、天竜、鶴田、長州組ということで、拡張と、拡張、じゃあ、格闘頂点、格闘頂点時代ですね。馬場、猪木の後を、のプロレス界を、牽引した4人。のうちの藤波さんを、ハミゴにしたというトリオですね。逆に青コーナーは、原島とマイクベリーは現在 DDT で、忍びについては、かつて実在したレスラーということで、機動力に長けたトリオと言ってもいいでしょう。だからパワー対機動力なんですけど、赤コーナーも鶴田組もそこそこタッチワークが早かったような気がするんですよね。さあ、鶴田が、軽量級の相手にだと、パイプロ的に言うと S サイズですよね。 S サイズの相手のレスラーにはバックドロップを多分めちゃめちゃ決めてくると思うんですよね。なので青コーナーとしては、予想として忍びが大釜攻撃で赤コーナーの3人を、どれだけ流血させることができるかというところでしょうね。でそう考えるとクイックタッチが難しいんですよね。あ、マイクベイリーえらい頑張ってる。もう一発ぐらい決めたら長州もタッチに行くんじゃないですかね。もういいですね。この技かっこいいっすよね。キングコングニードロップね。さすがに忍びに立ち、正しい忍びが出てくると血の雨が降るかもしれないぞというところですね。ああ、長州も早めに立ち、2プラトン、これが決まると忍びも多分、うわー、この毒斬り連発はスタミナの問題がありますよ。今も本当は、倒しておいてから大釜攻撃で流血を狙いたいところですが、火炎風車じゃねえ毒斬り2連発で失ったスタミナを回復するために呼吸を整えないといけないという状況ですね。さあ、ここは冷静に青コーナーの方に近い方に持っていって、おお、スライディングのドロップキック、天竜がここでタッチと、毒斬りまみれで、ああ、怒りの相撲チョップ、張り手ですね、張り手じゃないか。さあ、これはカットがやっぱ早いですね、青コーナーは。ただそれを、機動力をもし奪われた時は恐ろしい。青コーナーに勝ち目はないのかもしれない。さあ、原島の走馬灯なり山折りなり、意外と、おお、これで、いや、流血しませんでしたね。これは青コーナーとしては、計算が来ると。おお、マイク・ベイリーを場外に投げ捨てるようなビジュアルでしたね。さあ、コーナーに行くと、おー、こうなるとマイク・ベイリーの方が1枚上手、コーナーを使った4の字、首4の字ですね。これね、もうちょっとなんか増やしてくれたらいいなと思ったりするんですけど、これはこうマイク・ベイリーの攻撃が速いんですよね。移動速度、歩くスピードも速いんですけど、こうシュパッと決まるような技が多いんですよね、マイク・ベイリーだから、こうそういう風に見えるんだと思うんですけど。さあ、2プラトンが今、うわー、でも場外でエンジン切りを食らってしまう。天竜がマイク・ベイリーを場外で捉えるということですが、さすがにこれは戻りましたね。お、お膳立てじゃないか、試合権利は長州ですね。あー、サソリ固めが出るとまずいぞ。サソリ固めで十分ギブアップを狙いますからね。天竜が原島に聞いて、おお、それを鶴田が逆指固め、マイク・ベイリーはもう長州
とやり合う。さあミドルキック、打撃合戦はマイク・ベイリーの勝利で忍びにタッチ。このマイク・ベイリーと忍びはかつてコンビを組んでタッグタイトルで、防衛戦を重ねた。防衛戦を重ねたじゃない、防衛記録を重ねた。今も防衛記録はこの2人が持ってるんじゃなかったっけ。その前に今チャンピオン誰やったっけ忘れてしまう。さあ忍びと天竜ですね。さあ天竜が蹴られる。これは辛いか。ただあ今のはなんかいいですね。回り込んだところがちょうど赤コーナー、相手コーナー、天竜の方がうまい。あー流血しない。4分の1ぐらいやったっけな、あの流血する確率って。おおあっさり。おおー忍術ですね、これは素晴らしい。篠原さんおめでとうございますですね。いやーちょっとあっけに取られるようなフィニッシュですが、それだけ忍びの空中殺法の威力と、もともとこのファイヤースタースプラッシュとか、難易度の高い技の、ダメージ値が高いんで多分あっさり決まってしまうんでしょうね。天竜別にそんなに弱ってた感じじゃなかったんですけども、こういうことになりました。ブレードスイッチさんは残念でしたということで、試合時間12分11秒、ファイヤースタースプラッシュにより忍びが天竜源一郎から3カウントを奪った試合でした。やはり忍びは強いということがちょっとね、忍び人気が、だから今度あれですよね、忍び対忍びレスラーを作ろう。よし。というわけで、これ何試合目やったっけ ?1、2、3、4試合目か。え、ですね。はい、です。多分。マンモス佐々木組と、ノートン組ですね。では、試合開始です。4試合目のはず。マンモス組がどっち?赤コーナー?青コーナーですね。青コーナーのマンモス組が、はい、前田裕樹さん、いつもありがとうございます。で、赤コーナー、スコット・ノートン、組が MIT の帝王、ラスト・ファルコン・リーさん、いつもありがとうございます。NWO の赤コーナーと、多国籍軍の青コーナーみたいな感じですかね。まあまあまあ、でも、このね、マンモス・佐々木、ミスティコ・マルフジ組は、WMW のリングの中ではそこそこの勝率を上げてる、史実にはだから基づいてはないけど、ファイプロをちゃんと見てくださってる方が選んだらなんとなく分かるというチームではありますね。まあミスティコの行動力とか機動力、足の速さが多分これはキーになり、ああそうな気がしますね。マンモス佐々木のあの一直線のあの ローリングラリアットからのカバーっていうロジックも生かすことができればというところですね。ミスティコはね、試合終盤にならないと出さないんですけども、ミスティカーでしたっけ、ロープに投げてくるくるくるって回って、脇固めで捉えて落としていくと。でファイプロ的にはあの技はあるんですけども、その技をかけてそのまま脇固めには入らない。だフィニッシュが脇固めの形で落とすだけで終わるので、ちょっと違うんですけども、その後優先動作のロジックで、脇固めに入るようにしているので、一応それっぽくはなってるんですね。なので腕に、ポイントを締めたらポイントに絞って攻撃をするというのはあるんですが、いかんせんミスティコだけだとちょっと厳しいでしょうね。さあ天山が来ましたよ。
ちょっとコスチュームが本当は NWO 仕様の方が良かったかもしれませんが、すいません、そこまで間に合わなかったということでね。さあノートンが出てきましたね。多分赤コーナーはノートンがキー、ノートンが崩れたら多分赤コーナーは苦しいと思いますね。ノートンのパワーを生かしつつ蝶野の STF で決めると。天山はその中間というかつなぎ役みたいな感じになってくれたらと思うんですけどね。青コーナーは読めない。丸藤もこういう空中殺法を出してくるので、いや潮流ボムがいきなり決まる。相手コーナーですが堂々とホール、当然カバーに来ますが、うん、これは宣戦布告と言いますか、それでも勝てるという自信の表れという、うん、もう一発出そうとするのはミスティコがキック、さすがに、おおお、丸藤が決めてみせてミスティコがつなげない。ミスティコがこんだけの体力差があるというようなところでは、おお、こういう技ですね。こういうラフ系の技はねミスティコ多分弱いんですよね。華麗な技は出せるんですけど、さあここ天山を3人で攻撃したいところですが、天山の方が耐えたと。さあ走りますがこれかわすね、大丈夫ですね。ブレーンバスターで投げてミスティコはこれちょっと動けなくなると。あでもマンモス佐々木の方がやっぱりちょっと身長が大きい設定になってますね。これは実際にはどうなんかな。天山は M サイズかな、マンモス佐々木が L サイズにもしかしたらなってるのかな。いやそうかな、分かんない、ちょっと微妙に差があるような気がする。さあ天山のパワーでもマンモス、おお、マンモス佐々木の方が一発は大きかったような気がするな。攻撃力的にはマンモス佐々木の方が多分上のような気がします。いや赤コーナーでちょっと捕まるとまずいぞ。ちょっと黙りますね。黙った瞬間にこれです。いやーこれはもう、なんとも言えない、アクシデントと言ってはいけないけども、あのね蝶野の STF はねとにかくしつこく入るんで、あークリティカルで決まったか、というわけで試合時間10分41秒ちょっとあっさりした試合が続きましたが、クロス式の STF、で蝶野正弘がマンモス佐々木からギブアップを奪った試合でした。前田さんここで敗退ということで残念でした。そして MIT の TOラストファルコンリーさん、おめでとうございますということで、これで本日4試合終わったはずです。大丈夫かなですね。2回戦が始まったところで、前田組が勝利ということで、新庄海さんおめでとうございますでしたね。そして馬場組が勝利、橋本大さんおめでとうございます。サンドマンはかなり残念でしたが、で原島組、これは篠原さんですね、おめでとうございます。天竜組、関谷さんじゃないや、ごめんなさい、名前変わってんねや、元関谷さんですね。ブレードスイッチさん、残念でした。で、最後、先ほどお届けした試合が、マンモス佐々木組、前田さんが敗退、残念でした。そして、ファルコンリーさんが選んでいただいた、ノートン組が勝利ということで、3回戦進出となりました。本日これで終わりですが、次回のカードを確認しておきましょう。佐野組、これは GTR9800 さんですね。で
この、ジャイアントキマラ組ですね。これは私がエントリーしたチームです。で、コシナカ組も、私がエントリーしたチームです。ブーバー、コシナカは違う。ごめんなさい。コシナカは間違えました。すいません。A グレートさんですね。ごめんなさい。で、ブーバー組も、ビッグブーバーですね。北尾拓さんが選んでいただいたチームということで、あともう1試合ですね。で、武藤組、これは私がエントリーしたチームですね。で、サタン組、あ、そうか、これ両方うちですね。まあもうどっちでもいいという感じでしょうか。で、ポーゴ組、これが TT さんが選んでいただいたチームと、A トレインさんが選んでいただいた高野組が、次回戦います。1、2、3、4ですね、だから2回戦の後半戦ということになります。はい、というわけで、今回はこの辺でおしまいにします。最後までお付き合いいただきありがとうございます。かなり白熱した試合で大変楽しかったんじゃないでしょうか。僕は楽しかったです。すいません、楽しんでしまって。というわけで、よかったらまたチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回はこの辺でお別れです。では、また。